もうちょっとしたら電話しようっと。めんどくさがりかな。お、ん、特に意味はなかったな。場所は火力発電所かな。吹き出す蒸気と歯車の音を聞いて決意がみなぎった。セーブしよう。電話マジ無理、緊張する。話し方がさ、あれなんだよね。俺のボイトレの先生っぽいんだよね。ある日積んでる飛行機に行く手を塞がれた。わざとじゃないよね。わざとならしょうがないよ。ツンツンしてるけど実は。なんであんたなんか。おお、あばあばあばらあばらあばら。おお、危ね。そっけなく頭を振った。くどく。積んでる飛行機に、欲幅っていいのかな。素敵だねと伝えた。な、変態。おい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 、お前飛行機がそんな、わー。嫌いなんか落としてくんじゃないよ。積んでる飛行機は翼をぶつけてきた。わざとじゃないふりをしている。近くに寄る。ツンデレ飛行機に近づいた。近づきすぎない程度。え、人間。あ、回復する。イエーイ。痛い痛い痛い。近すぎない程度だと回復するのね。ツンデレ飛行機は得意気にバレルロールを披露した。あ、オッケー、またね。すっげー遠くに行ったな、最後。おう、よいしょ。あ、こっち下なんだっけね。あー、こっちだ。なんかあった。フライパンが落ちている。どうする、拾おうか。焦げたフライパンを手に入れた。アイテム装備。まあ別に攻撃はしないからな。攻撃力はいらないっちゃいらないんだけど。よっ、特にそれだけか。よいしょよいしょ。あれ違うな。こっち来て、こっち行って、こっちか。あ、電話番号の最後の一桁押せなくて5分経過なう。かける、かけるよ、本当にかけるよ。これね、今そのメールとか LINE とか流行ってる時代だけどさ、俺もまだ携帯番号しかない時代にさ、好きな子に電話かけるときそんな感じでした。ツーッ、出た瞬間に切られてしまった。わかる。は、もしもし、青いレーザーは、私アルフィーですけど、元気？あ、青いレーザーはじっとすればダメージ受けないよ。オレンジのは動いてればいいと、ダメージは、とにかくオレンジのが、来たら止まらず進んで。じゃあね。オレンジが来たら止まらず進む。電話したった。前アンダインから電話来て天気のこと聞かれた時ぐらい緊張した。なんで緊張する。これは進んでいいの。でもここ地底なのになんで天気聞かれたんだろう。なんでだ。青は動いちゃダメ。 OK、 よいしょ、スイッチだ、押す。レーザーがオフになった。へへーだ。あ、人間を道案内するの忘れてた。写真、今の私は激写、可愛すぎ。ゴミ箱の写真だ。ピンクのキラキラのフィルターがガッツリかけられている。自撮りしてる割にはごまかすの。アルフィーです。北のドアは鍵がかかってて、右と左のパズルを解かないと開かないよ。右のパズルから解くのはすごくおすすめだよ。
よいしょ、じゃあ右から行こうか。パズルの説明してあげたらネタバレになっちゃうかな。ああ。会社への道が塞がってるから携帯でメタとの番組見てたよ。特殊効果がすごかったな。あの人間本物かと思ったよ。本物だよ。メタトンか。地底で今一番人気があるスターだよ。ファンクラブの会員が確かに、いや30人以上いるって話だ。ああそうか、地下は人数がそんなにいないから30人ってのは相当な量なのか。ってことは、パピルスのあのあと何人で登録者数20人だって言ってたの、20人だっけもう実は相当な人数ってことなんだな。隣のエレベーターへのドアが開かないからパズルやってみたんだけど、すぐ玉切れになってやり直しになって、同僚二人も手伝ってくれねえし、あいつら仕事行く気ないんじゃねえ敵を撃墜せよ。ボックスを動かして弾を打ち込め。二つあるからこういうことか。イエーイ、コングラチュレーション。え、マジでパズル解けたの？すんげんじゃねえお前、オタクじゃね。いや、どうも。よいしょ、間違えた。よっこらせ、そっちじゃねえ。よいしょ。アルフィーです。その青いレーザーのところは取れないよね。ただ大丈夫、ここはプロの私に任せて。データベースをハッキングしてオフにしてあげるから。もうめっちゃ女子高生いるな。ここで食べてたら急にあちこちのパズルが作動し始めて、マジやばい、やばすぎてウケる。あー、学校休みになんないかな。ああよかった、誰かがレーザーをオフにしてくれたみたい。まあでも別に行くとこもないし、ここでラブラブ、あ、ブラブラしてよーと。ラブラブってなんだよ敵を撃墜せよ。ボックスを動かして弾を打ち込め。結局書いてること同じか。2発だから、これでいいの。どう、ちょろい。よし、オッケー。そう、よいしょ、開いた。コントラ思い出すな。コントラって知らないよねみんなまあいっか、説明しちゃおっと。遅いよ。そのそう、右と左にあるパズルのことだけど、口で説明するのはちょっと難しいんだけどね。あれ自分で解いちゃった。そっかどう、よいしょい。それじゃ暗くて何も見えないよね。大丈夫、照明発システムをハッキングして明るくしてあげるね。ん、嘘。Oh yes! さあ始まりました、地底で話題の人気料理番組のお時間です。殺人ロボのキラキラキッチンオーブンの予熱はバッチリですか。今日はとっておきのスペシャルレシピ、なんとケーキの焼き方を教えちゃいます。材料を持ってきてくれるのは素敵なアシスタントくん。皆さん盛大な拍手を。あ、どうもこんにちは。材料は砂糖、ミルク、そして卵です。さあ持ってきてちょうだい。こういう料理番組のなんかこうやつを見るとさ、俺子供の頃見てたのダウンタウンのごっつええ感じ思い出すんだよね。なんで四万十川料理なんとかのなんだっけ、名前忘れたけど、
材料持ってくると、そうね、これでコネコネしてねって、このコネコネした料理のできたやつをドーンとか。ミルクを見つけた。気になる方、YouTube で検索してみてください。持ってきたよ。どうもありがとう。このカウンターの真ん中に置いてね。ここか。よいしょ。パーフェクト。どうもありがとう、子猫ちゃん。さあ、これでケーキの材料が揃いましたね。ミルクでしょ、砂糖でしょ、卵でしょ。おっと、大変。これは痛恨のミスだ。一番大事な材料を忘れていた。ん？そう、人間の魂だ。あああ、はい、もしもし、今ちょっと忙しいんですか？ちょっと待って、その人間の魂じゃなくて別のもので代用できないかな。別のもの、つまり人間以外の材料を使えと。なぜ？それはそのベジタリアンの人がいたら困るし。ベジタリアンだと？素晴らしいアイデアだ。実はちょうどぴったりの材料があったね。メタフーズから新発売、簡単便利人間魂フレーバー。向こうのカウンターに缶が置いてあるからね。はい。というわけで、アシスタント君、取ってきてくれるかな？あ、はい。どうしたのかな？缶詰は嫌い？それは残念。メタフーズの製品は全て新鮮な化学合成食品なのに。こんなん聞いたら、美味しんぼの山岡が怒り出すだろうな。は？そうそう、放送時間の都合で1分以内に缶をゲットできなかったら予定通りのレシピでいくからよろしく。さあ、時間がないぞ、急いだと思って。無理だって。精神と、いや、じゃあ、精神と時の部屋じゃなかった、かりんとうかって。どうしよう、1分以内なんて間に合わないよ。でもね、なんとかなるかもしれない。さっきその携帯に新しい機能をつけておいたの。大きなボタンにジェットパックって書いてあるでしょ。見てて。そうはならんやろ。ね？ねじゃない。ちょうど上まで行けるぐらいの燃料が入ってるから。なんでちょうど。頑張って缶をゲットして。はいはいはい。これが。よいしょ。危ない。結局避けることには変わりないんだよね、毎回毎回。おお、何投げてんでい。痛い痛い痛い。あ、そっか、こっちに行けるな。あー、いー、よいしょ、痛い。おお、危ない。はあ、いい音。うわ、いい。あー、うわー、当たった。サク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 。いいよ、あれだ。シューティングゲームより難しいんじゃないかこれ。危ない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 。くそ、これは。あ、ついた。あ、やった。これは驚いたね。どうやら君の勝ちだ。でもドクターアルフィーの助けがなかったら無理だったよね。彼女がいなかったらどうなっちゃってたか。それじゃ、See you next time。 これまたどり着かなくても大丈夫なんだけどね。ああ、そうそう、魂の代わりの材料のことだけど、君の料理番組見たことないの？あ、君料理番組見たことないの？ケーキは放送開始前に焼いておいたから材料なんていらないんだよ。ってことは人間使ったってこと？すごい、やった、やったよ、ナイスチームワーク。じゃあ先へ進もう。うん。遠くに不気味な建物が見える。決意がみなぎった。もうめんどくさくなったのかな、それ。遠くに建物が見えるよね。あれがコア。
この世界の電力が作られている場所だよ。地熱を魔法のエネルギーに変える仕組みで、まあ細かいことはいいとして、とにかくあそこが目的地。コアにはアズゴア王のお城に直通のエレベーターがあるの。それに乗ってお城へ行けばお家へ帰れるよ。おし、